ダマージー・ラオガイクワードは、西インドのグジャラート地方、ガイクワード家の当主。ピラージー・ラオガイクワードは、領土拡大を目指していたが、1732年5月に、ムガル帝国の武将アバイ・シングとの戦いで、死亡してしまった。後を継いだピラージー・ラオの息子ダマージー・ラオは、1734年に、バドーダラーのムガル帝国軍を追い払い、この地を、自身の拠点とした。 その後、ダマージー・ラーは、ムガル帝国の軍勢と戦い続けて、領土を広げ、1757年には、マラータ王国最小、バーラージー・バージー・ラーオと共に、帝国の州都、アフマダーバードを陥落させた。これにより、マラータによる、グジャラート征服は完了し、この地方は、ガーイクワード家と王国で二分された。その頃、 アフガニスタンのドゥ・ダーニー・アサの勢力が帝国領に、たびたび侵入し、ダマージー・ラーオも他のマラーター勢力と共に、これに対抗した。だが、1761年1月14日、マラーター同盟軍は、パーニー・パトの地で大敗北を起死し、戦いに参加していたダマージー・ラーオは辛くも逃げ延びた。1768年8月18日、ダマージー・ラーオは死亡し、 息子のサヤジーラをガイクワードが当主を継承した。ありがとうございます。